皆さんはチームレスマッチをやってて困ったことはないですか？僕はね、芋砂または芋野郎、もう陰キャ野郎が一番うざい。だからね、今回はそういうチームレスマッチを楽しくするためですね、とある装備を作っていきました。それがですね、こちら999で構成した敵に居場所がバレないステルス装備でございます。もうね、目には目を、歯には歯を、芋には芋を。とりあえず今回はパークにゴーストつけてスモーク持ってきて、そしてスコアストリークは自分の姿を隠すためにカウンター UAV だったり、あと敵の居場所を炙り出すためにドラゴンファイヤーってな感じの装備でやっています。で、999の現在の最強カスタムはこんな感じですね。皆さんぜひぜひ使ってみてください。で、今回使う999のカスタムなんですが、ゴールデンディグリーっていうね、これですね。はい、この前にやったおでんのミシックドロップの副産物にある999の迷彩を使っています。一応ゴールド迷彩がこんな感じ。そしてプラチナ、これダマスカスが一番かっこいい。で、ダイヤモンド迷彩。で、こいつに関してはね、おそらく999の中で一番ね、このアイアンサイトが見やすいんじゃないかなと思ってます。あのね、 3D サイトで見にくいっていうアイアンサイトはないよ。やっていきましょうか。対陰キャ専用装備、イモ。もうね、今の COD モバイルのチーデスは、チーデスじゃないよ。なんかもう違うゲームなってるんよな。ちょっと待って、これ絶対配信来るわ。あ、終わったね、俺。こうよ。一旦与えてえの、ここもいるから、一旦そこもしっかり買っていってえの。多分ね、何人かイモってると思うから、こういうやつみたいな感じね。え、ちょっと待って。なんか全員イモってない。ほら、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 大丈夫かこれ。前線は俺だけって感じか。うわー、後ろがこれ挟まれてるよ、これ。センター届きねえな、こいつら。いや、俺もね、それ。お前、射撃場ちゃうぞ、ほんまに。お前、なんかよく俺やん、なんか、海外のさ、なんか射撃場、そのスナイパーライフルの試し撃ちみたいなで、そんなんやって、ほんまに。ちょっと待って、一旦これ、終わったな、これ。熱すぎる。オッケー、一旦そこ買っていって、まあ、とりあえずね、その無理に攻めて、なんでお前死ぬねん、それ。これ、意味、これが意味、一番意味わからん、ほんまに。オッケー、一旦そこ買っての。で、これはね、もう対陰キャ専用装備言うてますから、一旦スモーク炊いて、ちょっとこれは行くふりして一旦引いていいか。これなかなか攻められないですね。ちょっとね、味方がその全然上がってくれないんで、こうやつみたいな感じにね。だから、勝っての。さあ、まあ、とりあえず今回はね、そのドラゴンファイヤー持ってきてますから、ドラゴンファイヤーまでね、なんとか貯めたいんですよね。で、ちょっとね、センターレーターが結構挟まれるから、一旦スモーク焚いて、オッケー、一旦ここまで行くか。で、勝っての、勝っての、勝っての、で、中まで入っていって、怖いわね、トリップ前なんよな。オッケー、勝ってーの。まあ、いやいや、オッケー。一旦多分ここでね、もう一回イモったら、いけると思うんで、こういっての、ワンチャン出しといて、こうしてこう。ちょっと待って、俺今日さ、トーク力がね、そのなかなかやっぱりその集中しますから、結構下がってきてるんだよな。で、あそこにいるが、一旦体力回復していこうか。今回はね、そのクイックフィックスじゃないんで、割とそのね、激動でこう打ち合ってしまうことが多いんで、いや、お前ら来るぞ、それ。一旦ここまで行ってまうか。多分こいつ死ぬような人で。いやー、そこおったか、センターに。もうとりあえず仕方ない、もう仕方ない。もうとりあえずこれドラゴンファイヤー出していきます。まあほんまにね、もう芋には芋。目には目をって感じですよ。一旦これを、まあ、なあ、もう、オッケーオッケー、ナイスナイス。で、とりあえずこれは、オッケーやっての。で、これ全員マーキングしてるから、あとはこの敵にスモークを投げつけて前に上がっていくっていうね。で、こっちから来んね、絶対に。オッケー、これ1買っての、2買っての、でかいでかい。これがほんまにね、もう、通用してな、これ。いや、それ、あー、それマーキングできてなかった。一旦ここでこうよ。待機していく。多分こっから来ると思うからさ、サンパーも構えてもろて、準備万端ですよ、俺は。いや、最悪や、マジで。あっぶねえ、マジで。いや、バレてないやな、俺。オッケー、勝ってえの。多分もうバレてるから、違うところに芋ろうか。違うところで固ましよう。何回も同じところで芋るのあかんから、それはね、対専用芋マニュアルで書いてたんよ。義務教育で習うよ。同じところに芋になって。あいつら結構、あ、大丈夫かあいつら。おい、お前一人に何手こずってんのお前ら。おい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 、嘘やろ。あいつ、一人に手こずりすぎやろ。頼むで、マジで。これ外周や。オッケー、勝ってえの。で、こうしての、2回かこれ。一旦 UAV 出して、いや、集中できてんね、カメさん今日は。で、こうよ。で、こうやっての、いいね、いいね、いいね。これが対陰キャ戦法よ。で、まだ来ると思うんで、ドックを出していって、こいつと共に攻めていく。いいね、いいね、いいね。いや、今日マジでほんまに、久しぶりね、久
久しぶりにクソ楽しい戦闘ができてるよ、ほんまに。いやでも今回はね、100点満点の戦術だったと思うわ。テキリスに突っ込んで相手をかき乱していく。もうね、チーリスやってたら、誰がどういう名前のやつがさ、どういう戦略するかってもう分かってくるようになるのよな。まあ、とりあえずやっていきましょうか。もうほんまにね、今日は、とりあえず、これ、トッツテクルバカを一旦買っていっての、あそこは甘えな。で、これ多分ワンチャンセンターでスナイパーいるから、一旦ここまで行ってもらって、2回おるかな。いや、これ多分登ったらいいよな。一旦そこもしっかり。こいつ NA か。まあ、そういうことしてくるやな、ほんまに。もう俺が甘かった。俺が悪かったね。オッケー、直撃入れて15ダメージ与えて、今のわざとっすよ。一旦これはちょっと待って、そこで3ターンいけるっていうの。いや、それ無理か、刺さらんか、ちょっと待って。まだオルが、ちょっと位置がバレてる状態で打ち合うのはあまり良くないんで、これ後ろから持たれてるね。オッケー、これ、な、もうほんまにチーです。終わってんな、マジで。もう全員持ってんねんけど、お前。やめちまえよ、こいつら。床でも舐めとけよ、ほんま。もうしょうがねえな、これは。ちょ、俺一人で全部、片付けるしかねえよ、これ。ま、でも全員持ってるからな。もう、1対5よ、1対5。で、横すらしたら多分おるから、オッケー、いったかっての奥にもいたから、多分あれ NA なんよな。で、なんかお前自立に行くけど大丈夫か、それ。自立になんか一人上がってやるから、多分こっちから来んね、オッケー。それ俺は、ちょっと処理していってあげよう。2階にいたね。オッケー、とりあえずこいつを買っていっての、オッケーオッケー。もうお前はもう地面だけ舐めとけよ、ほんまに。もう俺の金魚の踏みたいについてこいよ。で、オッケー。なんかあいつ何してんねや。もう、おもんないってマジでー。ちょ、もうほんま、やる気なくすわ、このゴミどもとやってたら。頭おかしいなってくるって。ちょっとこれ舐められてないか、これ相手に。相手にこれ舐められてない、これ。ちょっと待ってよ。一旦、もうお前はさ、何のためにおんの、ほら、打ち合っていけよ、こいつ。なんか M4 を使って舐めプしてんねんけど、こいつ。一旦こいつ買っていっての。ちょっとこれね、舐められてるから負けるわけにいかねえな。しかも今回ね、NA45 がいるんだが、あのね、トロフィー持ってきてないから、ちょっと NA、対 NA やね、若干きついっていうのがあるんですよね。ちょ、今の脇終わってたな。で、2回おんねんな。あれ？もうだから邪魔しに来んなよ、こいつ、このクソ B90 がほんまに。シールスでもお前、派遣武器使って生きとんちゃうぞ、ザコが。もうこれ、多分2回やんな、これ。なんかね、アイテムなんでか知らんけど、イモリ出してんのよ。ちょっと待って。これ勝てるかな？俺ワンチャンこれ3波できんじゃん。こうよ。ダメージ入れて、引いたところを殴っていくってね。で、まだおんなこれ。いやーもう、負けたくねえこれ。男の誓いにかけてこれ。もうこれで負けたら男ちゃうやろほんまに。煽られてね。煽り返すんが男だよな。で、これは、お前なんで、お前ほんまに邪魔やなマジで。クイックフィックスの養分にされただけないんか。何やってんのあいつ。ちょっと待って。お前さっきからずっとここおんのか。よかろう。謎のトリップ前、お前壊されるだけやぞ。もう買っていって。で、やっ！お前カバーに来いよ、マジで、ほんまに。カバーって言葉知らねえのか、こいつ。で、これ多分行ったら多分 NA45 がガン目してるよな。オッケー、そこ買っての。で、こっから行ったら多分死ぬと思うから、お前それ以上行くなよ、多分死ぬぞ。で、2階にワンチャン NA45 がいるんだが、あーもう！お前ほんまにそれしかできないのか、このゴミがほんまに。弱体化されてんからさ、いい加減それやめろよ、ほんまに。弥生時代の戦術やめてくれ、ガチで。で、もう2階のやつほっとこう。いや、これ、俺に来んな。あー死ね！いやー、これガチで負けたくね。いやー、もう終わったー。いや、でもこれ同点やぞ、これ。しかも、あの、勝ってるんですか、それはこれ、後ろ女。勝ってーの。おーマイゴー！男はな、言葉で返すんじゃないよ。行動で返すんだぜ。結果で返すんだぜ。24キル。でも、ハクニヤドに関してはね、そんなさ、中距離の打ち合い、ショートハウスみたいな感じで、中距離の、まあ、打ち合いがね、あまりできない、その遠距離の戦いが多いんで、とりあえずイモル。いや、これバレたな、俺。バレてるから、体力回復してからこいつ打ち合いたいが、OK、一旦そいつ買って、これは強気に行くよ。強気に行っての、でね、まあ、ですよね、そういうことしてるよね。そういう時あいつにスモークを投げつける。で、ここにいるから、一旦これはしっかり買っていく。もう、とりあえずね、こいつの EBR 拾ったから、さっきのイモスナノを倒して。で、弱すぎやろ、EBR。今ので反射か。たまんねえぜ、ほんまに。とつなもできんやんけ。そしたらこう買っていっての、こいつ EBR やんな。なんか EBR って今シーズン強いから、その割とさ、今シーズンいろんな強化入ってるから、オッケー、90か、それでも。まあ、とりあえず、ここもしっかり DI 合社で打ち勝っていっての、
もうほんまにね、そのゴーストと、ちょっと待って、いや、それはせこいわ。ゴーストとね、そのカウンター UAV で自分の姿を消しながら、こう、出会い頭で撃ち合っていくっていうね。だから、中距離はね、できるだけ撃ち合わないようにしよう。で、ここ中いるが、お前多分下掘るぞ。しっかりナイス金箔。で、これは、ちょっと待って、決してカバーとは言わない男だからな。で、2階には、多分ここおる。オッケー。で、いや、多分こっから来るから、一旦そこは、ダメージ入れての。これでか、こん中おるよな。オッケー、一旦そこ買っていって。いや、ほんまにさ、出会い頭打ち負けてるとこなくない？買っての、でかいね。で、オッケー。でね、結構やっぱりその今のグラマス最低、対空戦やつ、対空戦バカが多いよね。だから一生ね、その UAV 一回でも出したら、一生こう、なんていうの、20秒ぐらいはね、その敵の位置が常に分かってるようなもんなんで、ちょっと待ってよ。中おんな、これ。多分ね、中に3人ぐらいいるから、一旦ワンかっていうの、まだいるよ、まだいる。まだいるから、一旦しっかり買っていっての。オッケーオッケーオッケー。だから、室内は最強なんよね。だからこの装備っていうのは、一度はね、皆さんに使っていってほしい。チーですね。もいるからジャンプしながらしっかり買っていくっていうね、これが分割打ちの強さなんだよな。さっきも言ったかもしれんけど、 SMG はねマジで長押しの方がいい。でもちょっとアサルトライフルはねタップの方がいいとは思うんだが、こいつスナイパーか。んー、逃がさないよん。なんかこうね、チーリスがやっぱちゃんと頭を使って戦ってる感じがあって楽しいよね。で2階か、 OK。 2階は無理なんで、ああいうところはねこう無視していって、自分の得意なところだけ戦っていくっていうね。こっから来ると思うから、オッケー、一旦買っていってのいいね、いいね。超理想的な立ち回りできてるわ。で、ドラゴンファイヤーも溜まって持ってるから、これはちょっと一旦スモーク焚いて買っていってのこう、あー射程切れへんか。それチーリスに関してはね、こういかに自分の体を隠すかっすよね。リアルでもそうじゃん。こう自分の弱点を隠して、こう無理なところは無理で近づいて撃っちゃう。これ最強。もうこれがね理想なんだよな。俺がやりたかった戦い、俺が憧れた、俺ね、こういう戦いにね、その一番憧れてたっていうのがあるんですけれども。で、こっちから来ると思わんかな。大丈夫か、 OK。 多分向こうはね、向こうからいるんで、一旦そこもしっかり姿を隠しながら、まあ、スモークを使っていきながら、こう一定の、もしかして中距離使っていってのいいね、いいね。で、2階ナイスやり。そこもしっかり中距離使っていっての。なんかさ、なんていうの、やっぱりその999って最近ね、まあ連続してこう弱体化が入ってたから、みんなやっぱりこう弱いんじゃないかっていうね、そういうまあ気持ち考えもあるとは思うんですけれども、まあ強いね。うん、まだとりあえずね現役って感じはするわ、この武器は。さあ、あと1キルだよーん。ナイスー。オッケー、23キルてな感じに、どうだったでしょうか。これからもですね、こういったの動画上げていきます。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイ。